の曲があります。キスキスという曲なんですけども、僕のライブでも定番の曲になってまして、まさにファンの皆様と一緒にこうキスを交わし合う曲なのでドキドキしていただけたらなというふうに思います。告白に適した曲、僕の、作ってる曲の中ではFight for Love という曲がまさに恋愛を応援する曲なので、これを聴いたら勇気が出て、恋が頑張れるんじゃないかなっていうふうに思います。ハッピーハッピーバースデーという曲がありまして、この曲はまさに誕生日の時に作った曲で、生まれてきたことをありがとうっていうとても素敵な優しい曲なので、ぜひ歌ってあげてください今度はすごい、おめでとうございます。プロポーズに合う曲、とても優しい曲があって、子守唄のような曲で、フォーエバーララバイという、とても優しくあったかい曲で、歌詞の中に守ってくって、君をずっと守ってくって決めたって言ってるんで、この曲でプロポーズしてください作ったばっかりの曲で、グラビティっていう曲があるんですけども、出会えたこと、出会えた奇跡に感謝して、出会えたことを喜び合う歌で、その時ずっと一緒にいても、その出会えた時の喜び、出会った時の嬉しさをずっと噛みしめていこうねっていうことを、惹かれ合った喜びをっていう曲なので、ぜひこのグラビティで出会ったということの奇跡をもう一度噛みしめながら、ぜひ仲良くしてくださいそうですね、ユリシス、愛の歌という曲があるんですけども、これはまさにその落ち込んだ女の子をとても素敵な場所にご招待して、僕がいろいろもてなすから今日は癒されてねっていう、自分のライブもイメージした曲だったりするので、これを聴いたら、もしかしたら、元気になれるんじゃないかなっていうふうに思います。結構みんな傷ついてるんですねラストアラウンドっていう曲があって、特にこの曲は女性目線で歌詞を書いてもらったので、特に女性はこう感情移入しちゃうかなと思うのですが、自分の思いは叶わなくとも、あなたの幸せをずっと願うっていうけなげな曲なので、好きだっていう気持ちはすごく大事な思いだったりとかするので、全然、今は傷ついてるかもしれないけど、その好きになった気持ちっていうのは全然悪いことじゃないので、この曲とともに、相手の幸せも自分の幸せも、願っていただけたらなというふうに思います。泣きたいのか、だったらそのとてもとても切ない片思いの曲があるんですね。Be Mine という曲を作ったんですけど、これはそうですね、本当に思いが届かなくて、自分の思ってる人には思ってる人がいてみたいな、本当に片思いの曲なので、もう思いっきり泣きたい時はこの切ない世界観に浸って、ちょっとね、気持ちをこう高めて大いに泣いていただければいいなというふうに思いますけど